とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はナイトメア、攻略していきたいと思います。これね、ワンチャンいけるんじゃないかなと思うんだよね。機械仮想ブレードの理想。重力、シナジー、ダイナモ、リフレッシュなのよね。敵を集めながら、ダイナモの超火力で削って、で、リフレッシュも発動できるので、ポーションバリアもいける。で、さらに 6% 吸収で、一発2500万ぐらいかな、ダメージが。一発で、これぐらい。2500万ぐらいの 6% なので、かなり回復するよね。これでいけないかな。で、耐久力が足りないかもしれないので、一応、アイアンハンドアミュレット。これで 50% 軽減でしょ。で、ウィザーで 35% 軽減。で、さらにポーションバリアで 90% 軽減。合計で多分 97% 軽減ぐらいにはなるんじゃないかな。それでいきます。まあ、それで無理だったら、いやー、ガードストライクはいまいちかな。まあまあ、とりあえずこれで行ってみましょう。それでは行きましょうか。最初にね、あれ、これだよ。装備を変えて、エレメントのカバンで、あ、エリクサーか。アイテム出しまくろう。まずは、アイテム出しまくって、いつでも、この影のブリューが取れるような状態にしておきましょう。これがね、もうほんと緊急回避よ。影のブリューが。おい、早くないか、お前。動き早くない？矢が、そうね、90ぐらいになるまで、やりますか。うん、そんぐらい出せば大丈夫。パワーポーションがあれば、OK。ちょっと待てよ、待てよ。パワーポーションがあれば、ダメージも倍になって、いい感じでしょう。で、ドラよりこっちかな。いや、ドラもいいかもしんないけどね。OK。問題はこれ、ザコを倒せるかどうかだな。よし、行ってみましょうか。行くぞ。いける、全然余裕じゃん。全然余裕で勝てる。で、待て。ちょっと待て。待てって。あぶねえ。あぶな。で、エボーカーどこいる？あ、いた。いけ！いけるぞ。全然勝てるやん。しゃあ！全然勝てるじゃん。ちょっと待って、マジで余裕で勝てるよ。オッケー。あー、でもちょっと待って、次が大釜か。あの遠距離攻撃をどうするかだな。多分 HP は削れるとは思うのよ。まあまあ、うまいことちょっとやってみるか。 OK。 ちょっとうまいことちょっと立ち回ってみましょう。いや HP がね高いからさ、いけるかな。行ってみましょうか。行くぞ。いけるやん。いける。あ、ちょっと待て、あっぶねえ、あっぶねえ。いや、待て、ちょっと待って、いけるぞ、これいけるぞ。しゃ、あ、やばい、ちょっと待って、うまいこと、発動できてない。ある程度発動しとけば、ザコは倒せんのよ。OK。大釜も全然減らしたね。全然減らせた。これ次で倒せるんじゃない？いや、これやっぱ強えぞ。あ、ミスった。あぶね、あぶね。ちょっとのミスが命取り。ほらもう倒せそうやん。いけー、倒した。いけたぞ。ちょっと待て、逃げさして。いける。むちゃくちゃ強いこれ。あー、やばい。ちょっと待って。
これはまずい。いけ。やばい。やばい。やばい。これやばい。これやばい。逃げろ。逃げろ。逃げろ。よし。あぶねえ。あぶなー。ああ。あぶねえ。よし。行くぞ。全然いけてる。この猛攻をクリアしていってるなんて素晴らしすぎる。これ繰り返していけば勝てる。ああ待って待って待って、来ないで。いや雑魚来るなって。ああ危ね。ああアイテムが取れない。アイテムが取れないんだ。ちょっとこの雑魚的なんとかしようか。まずこの雑魚をちょっとね、追っかけてこられるとまずいわ。矢が足りないなぁ。矢が足りねえなぁ。よし、オッケー。ちょっと待って。あった。発見。行くぞ。行け。これ炎の中にいてもね、倒せてるっていうのがすごいよね。いや、逃げろ！逃げろ！よし！いい感じ。すっごいいい感じ。ちょっと待って、影のブリュー。あった。ダイナも溜まってるかがわ、ようわからんくなってるよ。いけ。ちょっと待って。ちょっと待って。よし。ちょっと待って。ダイナも溜まってない。なんか、ダイナモの表示がわっけわからんくなってる。これはいかん。これはいかんって。いや、ダイナモ溜まってるかが全く分かんなくなった。オッケー。いいか。ちょっとこれ雑魚なんとかしよう。ああちょっといかん。いかん。よし、ちょっと雑魚をなんとか倒そう。いかんわ、こいつらに追いかけられると。で、ダイナモの表示なんとかして。いやも足りない。いやも足りねえよ。オッケー。パワーポーション、パワーポーション。うっそ、ちょっと待って。あ、ちょっと、ああ、わかった。原因がわかった。原因わかったわ。なるほどね。原因が、近くにあるアイテムを取って攻撃してないんだ。なるほど。やばい、もう矢がないよ。矢がなくなっちゃった。これはちょっと絶望的になってきたかもしれない。あ、ダイナモがようやく治ったね。ダイナモの表示がようやく治ってくれた。あれがもうないとどうしようもないもんね。 OK、 いくぞ。ちょっと待って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 よ。いけ。全員ぶっ殺す。ぶっ倒す。逃げろ。逃げます。矢がない。やばいぞ。矢がなくなっちゃった。あーやっべ。あーもうこれアイテムが逆に裏目に出たっていうやつ。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って。とりあえず倒します。ちょっと釣り竿がなんか発動しないことが出てるね。ちょっと変になることもあるもんね。ちょっと次突っ込みましょうか。ポーションバリアないのがちょっとね怖いところなんですけどね。まあまあたまるでしょう。いくぞ。 OK 倒せ。周りも倒しとけ。オッケー、倒したな。ちょっと、で、お前たちか。あー、これは絶望的やぞ。これはちょっと絶望的かもしんない。一気に行く、一気に。お、いいところに重なってくれてるね。いけ！よし！いやー無理！無理！はい、
戻ってきました。あのね、遠距離が来るともう一気にダメになるね。大釜まではね、まあ、全然これいい感じと思ったんだけども、名もなき者が来てあれの遠距離にやられると無理だな。いや悪くないと思ったんだけどね、場所によってはやっぱこれ最強だよ。重力で寄せて、でダイナモとアーティファクトで削る、でリフレッシュで、ポーションバリアも回復しつつ 6% 吸収で、ゴリゴリ回復する。ナイトメアでも雑魚敵だったら全然対応できる。ただボスなんだよな、遠距離系がどうするか。そこがちょっと問題ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。